さあその決着は残り10分のこの第4クォーターの攻防によって決着いたします。共に勝ち越しの可能性を見出せるのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。これよりファイナルクォーター第4クォーターに移ります。トライサーズ相手陣44ヤードからファーストダウンって失礼しました、セカンドダウン4です。ここでイエローフラッグが投じられております。ダウンインジケーター誤りありましたが、ファーストダウン10に訂正、再訂正させていただきます。しかし先ほどのプレーでイエローフラッグが投じられております。オフェンスの反則です。イリーガルモーション、不正なモーションを使用しました。5ヤード抜体です。オフェンスは1人だけバックスが動いていい、ルールがあります。モーションと称します。しかしその動く方向は真横ないしはそれよりも後方の斜め後ろであっても後方になります。斜め前や前は行ってはいけません。先ほどの動き、前方に動く動きが含まれました。このため不正なモーションとなり5ヤード抜体となりました。さあ今度はダイブを投入しました。ハーフバックの位置からの早いタイミングのダイブプレーを41番に託しまして約3ヤードから4ヤードのゲインとしています。通常よりもはるかに早いダイブプレーができるのが T フォーメーションの特徴でもあります。キャリア41番は山本です。手塚山大学出身。トライサーズセカンドダウン10、パス不成功。クォーターバック15番、右スプリントアウトからワイドレシーバー9番にパスを投じましたが9番キャッチミス、パス不成功となりましてサードダウンに変わります。トライサーズサードダウン10、パス不成功、パス不成功です。キャッチしましたが中で着地できませんでした。したがってパスが外に投げ捨てられたのと同じ形で成功の判定になります。フォースダウンに変わります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。しかし見応えあるワンシーンではありました。ギリギリのところをついたパスでもありましたし通っていれば非常に大きなプレーでした。試合再開です。トライサーズフォースダウン10、パントフォーメーションを取ります。
このバント絶妙のバウンドをしまして一気にゴール前に押し込まんというところ、しかし残念ながらエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。タッチバックとなった場合には相手チーム自陣20ヤードからの攻撃という形に試合は進行いたします。これがエンドゾーン手前で抑えられていた場合はアイランズ非常に厳しい状況でした。それが狙うほど鮮やかなパントを披露しましたのはトライスターズ13番の中塚です。さあこの結果クラブアイランズは自陣20ヤードからの攻撃で、攻撃に入ります。クラブアイランズファーストダウン10。QB サイドクォーターバック5番プレイアクションからロングパスを投じんと構えたところ、その一瞬の隙をつきましてトライサーズ17番が飛びつきまして QB サック、パスを投じる前に止めました。見事 QB サック決めましたらトライサーズ17番の酒井です。大手門学院高校、大手門学院大学出身のプレイヤー、14ヤードのロスを奪う形に成功しております。クラブアイランズセカンドダウン24。さあまず外に振る形でワイドレシーバー11番にパスを通しました。キャッチはしましたが、しかしここで、トライサーズディフェンスがカバーしまして結果的にはゲイン2ヤード程度にとどめております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウト入っています。さあレフリータイムアウト解けまして試合再開となります。クラブアイランズセカンドダウン21の状況を果たして突破なるでしょうか。サードダウンの状況になっております。失礼いたしました。サードダウン21です。パス成功。ここでパスが通りました。ワイドレシーバー1番これをキャッチし攻撃権更新図らず前進しましたが、しかしわずかに届いておりません。1ヤードから2ヤード残しましてフォースダウンに変わります。しかしここでパス通る攻撃権更新が図れるパスを投じたクォーターバック5番小原、素晴らしいパフォーマンスです。しかし陣地厳しいと判断しここはパントで状況を回避を図ります。フォースダウン2クラブアイランズパントフォーメーション。このパントは自陣脱するには至らず、外に蹴り出す格好になりましてクラブアイランズ陣33ヤード付近で攻守交代になります。従いましてトライスターズ相手陣入ったところから攻撃を得る形になります。さあ先ほどのサックが大きく影響するかもしれません。相手陣に入ったところから現在ビハインドにあるトライスターズが攻撃に出れます。さあエンドゾーンまで33ヤードの状況、これを決めますと非常に面白い展開になります。
さあそれはなるでしょうか。トライスターズファーストアウト、さあまずクォーターバックが行きました。ダイブフェイクしまして右オープンに展開、自らキープを判断し右オープンをつきました。約6ヤードのゲインを果たしております。まず最初の1点目は自らの足を駆使しました。クォーターバック15番のキラです。三田小生高校出身、かつてありましたアメリカンフットボール部のメンバーでもあります。トライサーズセカンダウン4、ボールオン相手陣27ヤード。さあここでリバースを投じましたが、これはアイランズ許しません。2番のリバースを52番、7番が猛追し、最終44番が仕留めまして、このプレーをロスに変えました。サードダウンに変えます。さあここでリバースを圧力かけましたのは、アイランズの52番、そして、様々ありましたが最終仕留めた44番は堀田です。京都大学出身のプレイヤーです。チームのバイスキャプテン務めております。トライスターズサードダウン10、ここで大きなトラブル発生。センターからスナップされたボール、クォーターバック後逸しました。大きくそれましたボール、結果的にはそのそれました位置まで下がった格好でフォースダウンに変わります。この結果トライサーズフォースダウン35の状況に入っております。パントフォーメーションを選択します。このパントは外へ蹴り出す形にいたしまして、アイランド陣30ヤード付近で攻守交代となります。攻撃権変わりましてクラブアイランドに攻撃権変わります。さあ攻撃権取り返しましたクラブアイランズ、自陣30ヤードからの攻撃に入ります。クラブアイランズファーストダウン10、ナイスランファースト。ここでランニングバックにトスしまして左オープンにつかせました。42番相手のディフェンスをすり抜けるように疾走しまして一気に攻撃権更新を果たしております。クラブアイランドファーストラン、見事なランを披露しましたのは42番の山崎でした。滝川高校出身です。クラブアイランドファーストラウンド、ボールオン自陣43ヤード。さあ今度は右方向トスしまして右オープンつきました。これも構想しまして約7ヤードの原因となっています。今度もキャリアは42番の山崎でした。さあ相手陣入ったところでセカンドダウン3の状況、ボールオンは相手陣49ヤードからクラブアイランズセカンドダウン3。
てどうなるか。ターンオーバー。ここでオプションプレーからクォーターバックをキープしました。タカーが素晴らしいフォートで前前進してたが、しかしここでファンブルフォース発生。そのボールを最終押さえたのはトレスターズ、従いまして攻守交代です。ターンオーバー、攻撃権トレスターズに移ります。この土壇場で攻撃を取り返しましたトライスターズ。残り時間は試合時間2分13秒となっております。さあこのチャンス生かせるでしょうか。ボールオンは自陣32ヤードの状況からのトライスターズファーストダウン10。パス不成功。まず左にいた11番にヒッチパスを通さんというところ、しかしこれは通らずパス不成功となっています。トレスターズセカンドダウンに変わります。トレスターズセカンドダウン10。成功ファーストクォーターバック序盤、ここで右に流れて奥に走り込んだワイドシーは9番にパス、ダブルカバーを9番、しかしかいくぐりこのパスをキャッチしまして攻撃権更新です。トライサーズファーストパス成功。非常にタフなプレーでした。しかしこれを見事に9番キャッチしまして攻撃権更新になっております。見事キャッチしましたのは9番の太田、南山大学出身です。そしてここで2ミッツオーニングに入ります。この残り時間が厳しい状況での2ミッツオーニングのタイムアウトは非常に重要な要素になります。それを追いかけるトライスターズが取ったこと、この試合の面白さをさらに倍増させています。さんメッセージありがとうございます。本当にこれがタッチアウトになりますとものすごいことになると、感覚的に言いますと見ることができないほどのアップセットゲームが見れるかもしれません。さあトレスターズファーストアンテン、パス通ったビッグゲームファーストこのパス通りました。クォーターバック上腕右奥走り込んだ2番にパス、これを2番キャッチし一気にロングゲイン、相手陣10ヤードに迫るビッグゲイン果たしまして攻撃権更新です。トライサースファースト。さあ相手陣11ヤードからトライサーズファーストアンテン、プレッシャーを浴びながら右に流れてワイドレシーバーが上がってパス、そのパスをエンドゾーンでレシーバーキャッチしまして見事タッチャー。
ファイターズこの土壇場の状況でタッチダウンパス決めまして6点獲得になっております。そしてトライ4ポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加、トライサーズ16点、クラブアイランズ13点、逆転となりました。非常に厳しいプレッシャーありました。カバーも絶妙でした。その中クォーターバック15番見事なフックアッキー、右に展開しワイドレシーバー9番にパスを通しまして逆転となりました。値千金のタッチダウンパスを投じましたクォーターバック15番は、しません15番キラ、サンダー小生高校出身、そのパスを取りましたのは9番の太田、南山大学出身のプレイヤーです。さあしかし試合時間まだ残り1分18秒残っております。その差3点、フィードゴールでも追いつきます。もちろんタッチダウンなら逆転です。その意味でもこのキックオフリターンがどこまで返し攻撃位置を確保できるかも重要な要素になります。左オープンつきましてハイランズ自陣20ヤード付近からの攻撃を得ます。さあこの70秒の攻防非常に面白い展開になると思われます。ハイランズこれをタッチダウン取り返しまして再逆転なるでしょうか。十分狙える範囲でもあります。非常に厳しい状況でもあります。さあどちらがなるか、クラブアイランズファーストアウト、ここでホイッスルが鳴っている、イエローフラッグが投入された。さあ果たしてどちらの反則か、オフェンスがディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。オフェンスには制限時間があります。これにより5ヤード抜退しファーストダウン15で試合再開となります。トライサーズ2番押さえたところがエンドゾーン従いました。ここでファンブリカーはタッチダウン成立、トライサーズ6点獲得になっています。しかしここでトライサーズにも見せがありまして結果このプレーは失敗という形になります。6点止まりです。しかしトライサーズここで加点入りまして、トライサーズ22点、クラブアイランズ13点、リード広がる形になりました。驚くべき展開と表現させていただきます。先ほどから素晴らしいプレーを見せておりました小原のパフォーマンス期待といったところですが、やはり復帰2戦目というところと、そしてコンビネーションがやはり
高度な技術になってきた時のほんのわずかな一瞬ミスが発生したという形で表現させていただきます。それがこのような形で起こるとは。そしてトライスターズ、やはり何か持っています。こういったことを起こせるディフェンスキッキングチームをこのチームは代々持っています。これがここで発揮されました。そのトライスターズのキックオフで試合再開となります。さあアイランズリターンに入る。果敢に右方向展開を図りまして自陣25ヤードの位置を確保し、ここからの攻撃に変えます。さあ9点のビハインド、非常に厳しい状況ですが、残り時間を考えますとどうしても2回の得点機を得るというのは非常に難しいところ。しかし何とかなるでしょうか。トライスターズディフェンスを突破できるか。クラブアイランズボールオン自陣25ヤードからのファーストダウン10。さあまず外に振ります。クォーターバック後半右に展開していく1番にパスを通し、まず4ヤードゲインを果たしました。外へ出ましたので時計は一旦止まっております。ターゲット1番は杉山、大阪大学出身です。さあ残り50秒、セカンドダウン6。パス不成功です。ここで中央入り込んできたレシーバーにパスを投じましたが、しかしトライスターズディフェンス厚くこのパスを防いでおります。ダウン変わりましてサードオンに変わります。クラブアイランズサードオン6。パス不成功の判定になっております。レシーバーに投じましたパス、わずかにサイドラインを割っておりました。パス不成功でフォースダウンに変わります。クラブアイランズフォースダウン6。パス不成功。ほぼ全員パスカバーにトライスターズ構えまして、このパスを封じ込み、結果的に4回で攻撃を終了させまして攻守交代となります。さあトライスターズファーストダウン10。さあまず中央にランプレーを投入します。距離よりも時間を稼ぐプレーをここで挟みました。ここで試合時間がなくなりました。
試合終了となりまして、トライスターズ22点、クラブアイランズ13点でトライスターズが勝利という形になりました。アイランズ惜しい試合を落としました。しかしこのシーズン当初の状況から考えますと素晴らしい状況でチームが立て直っております。特にクォーターバックの小原が入ったことによってオフェンスに強力な核が入りました。今シーズンは残念ながら、負け越しという形がほぼ確定という格好になりますが、しかし来季非常に面白いチームになるという、そのような予感をする素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。そしてこの勝利を取りまして勝ち越しの可能性を残します。おかげで本日勝つことができて、まあ、2勝2敗ということで。泣くなや守る、はい、泣くなや、泣くなや。11月23日が王子スタジアムで最終戦なんで、応援よろしくお願いします。さあその勝ち越しをかけまして最終節に挑みますトライスターズ、勝ち越しになるでしょうか。非常に楽しみな状況になりました。本日3試合ありました試合、非常にどれも面白い展開になりました。このトライスターズアイランズ優勝争いとは違います。しかしアメリカンフットボールへの愛あふれる素晴らしい闘志あふれる一戦を見せていただきました。両チーム素晴らしい戦いをありがとうございました。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはぶどんだが心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子供たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる巨豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。本日はご声援ありがとうございました。来季が期待できる素晴らしい戦いをアイランズありがとうございます。その物語を彩るようなまるで舞い戻ったような世界が今ここにあります。そう今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれに劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその力量を世に飛ばんとするのかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれませんが、あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さあこの試合は果たしてその物語の何ページ目に記されるストーリーだったでしょうか。その物語の楽しみ続きを楽しみとしつつ本日の配信はこれにて終わらせていただきたいと思います。皆さん長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして X2 ウエスト XE 西日本の合同企画にのっとって実施させていただきました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。その配信の実況と進行をさせていただきましたのは私道楽屋寺社でした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。
カメラマン読んだから。